あの、本当に本日、あの、事前にスライドを私いただいたんですけれども。改めて驚愕したという内容ですので、あの、ぜひ、この内容、あ、皆様とシェアできればと思います。小林先生、よろしくお願いいたします。はい、え、おはようございます。学術局長を務めてます。小林と申します。谷垣先生、ご紹介いただき、ありがとうございました。 えっと、私からは、えー、約30分の時間、ここでいただいております、えー、昨日の、えー、学術集会での内容の、まあ、白石先生や、えー、並木先生のご発表含めて、やはり多職種、まあも、より一般的な言い方を申し上げれば、人同士が複数人でであったり、えー、言えるかと思います。ここで大事なのは、仲間内だけではなくというのがポイントでございます。 やはり一つの大きな物事を動かす場合には必ずやっぱりプラスって感じる人もいればその反対側を感じる人も実は隠れていらっしゃるっていうこの二面性が大事でありますのでそういった方々をまあ配慮したっていうとねちょっと語弊もあるんですけれども考えた想定した活動というものが大事になってきます。 これを、いわゆる医療界における多職種連携を、まあ、デザインということで、まあ、デザインに関する今のビジネス界で流行っている言葉でもあるんですけれども、情報提供を含めて、今回は、えー、頑張るぞ、おうっていうその関連論だけね、どうしても医療者っていうのは進みがちなんですが、そうではない基本的にフレームワークっていうものの、えー、一つご提供になればと思っております。よろしくお願いいたします。 まあ今回の学術集会のテーマであります、まあ、新しい領域への挑戦、そして展開ということに、えー、合わせて、私自身がどんなことを、ね、あの皆様に、えー、貢献できるのかなということを考え、やはりハイドロリリースなり、ファシアなり、整、まあ、形内科なり、従来にない学問分野、もしくは領域に一歩踏み出そうとされている方々、そして場合によっては、次のごほうにもあります、運動機検診、野球肘検診等を含めて、フィールドに出る。 という観点であったり、まあスポーツ選手なり、まあさまざまな領域に進まれる方々、まあそういった方々共通に関する考え方だと思っております。まあここでね、あのちょっと風水の話にいきなり飛んでしまうんですけれども、まあ移りゆく価値ということで少しお話しいたします。まあ実はあのね、二千二十一年は新しい風の時代元年だという言葉をまあメディアでも一部扱っておりますが、聞いたことは皆さんありますでしょうか。 まあこれはえ風水領域では250年おきに変わるまあトレンドというふうに言われておりまして、ちょうどその切り替わりがまあ2020年年末だったとで。この時のいわゆる土の時代からまあ風の時代、こちらをぜひご覧ください。最近起きている情報化社会、テクノロジーの発展を踏まえて、ああ確かにこのように変わってきているなあというふうに感じられる場所が おそらく一つ、二つ、三つとあるかと思います。まあ、例えば、一人一人の所有から、カーシェアだったり、ルームシェアだったり、いろんなシェアという概念が広まったり、ジョブ、仕事に関しても、転職等を含めた移動流動性であったり、そして、組織社会から個人、縦社会から横のつながり、 そして、まあ、出るくいは打たれるから個性出さないと埋もれる。このようにさまざまな上場企業等を含めて、この今の風の時代に合わせたものの一つとして DX であったり、さまざ、あ、まな観点でまあ時代は動いてきているとも解釈可能だと思っています。まあ、こういった風水が100%とは思わないですけれども、やはり人が集団で営みを続け、そして続いていくそのサイクルというものはもう昔から想定されています。 そして、えー、これは昨年度の学術集会でもお話しした内容でございますが、やはりあの20世紀の、まあ、良いものがあれば売れるという需要供給関係から、まあ、最近は場合によっては物が溢れている、選ばれないと売れないというところがありまして、ブーカの時代とも申し上げますが、やはりブランディングというものが必要であるというところが医療業界、そしては開業医、クリニック、まあ、施術上、そして自費治療、診療、ヘルスケアとさまざまな分野で同様の課題。 が起きてていいると思っていますそして、えー、移りゆく価値としましてはまあ医療業界では、まあ、患者の病気、昔はねこの診断はこの治療1対1以上みたいなねことが多かったんですけれどもやはり患者自身を考慮した治療、配慮したそしてイメージしたというものの時代にシフトしておりますそしてテクノロジーの発展によりまあ誰でもがより簡単そしてある程度の技術が使えるという大衆化ということが進んできました。 これは、えー、超音波診断装置における小型化、個別化ということも同じでございますし、まあ、治療主義に関してハイドロリリースというものも局所、えー、麻酔薬という、えー、麻痺して転倒リスクがあるようなものを使わなくても実施可能という観点では、まあ、大衆化に位置づけられる、まあ、トレンドの技術と私は整理しております。そしてディジーズからイルネス、ね、患者さんの気持ち重い生活に寄り添った、えー、関わり方。まあ、これらを一般化すれば下の欄になりますが、 まあ昔は課題が明確だったと、なのでそれを無駄なく効率的に答えていく能力というものが必要であった、いわゆる我々の世代が学生時代に勉強してきた一問一答の試験みたいな形です、なんでそういった時代においては、やはり適切なトレーニングの仕組みだったとは考えております一方で、近年は文化の時代、風の時代ということで、課題自体が不明瞭で、課題自体を探す能力というものが、そもそも重要視されてきている。 という時代になりますなので患者さんに対して結局どの治療をするんだ例えばこの動作だったらどこ打つんだある意味それは一対一対応なんですがより具体的にそもそもの発言って本当にどことかこの人における悪化因子っていうのは運動生活使い方メンタルさまざ、あ、まな両方あるけれども結局どこに一番の課題があるんだろうより複雑になっていく世の中においてそれを患者さん個人の分析でも 組織の分析でも社会における位置づけでも実は課題の明確さというものが失われてきてそれを探す能力が、まあ、AI テクノロジーに負けないための人間がしうる武器というふうにまで私は考えております、まあ、先ほども一部申し上げましたとおりこのパラダイムというものが変わる時期、まあ、土から風の時代っていうふうには私自身は医療分野ではざっくり一つの軸の変換というものが起きたというふうに理解しております それが主要評価と副次評価の逆転というふうにもう10年以上前より申し上げておりますが、昔は例えば内科の薬でも、例えばプラビックス等のを含めた、いわゆる小さラサラの薬でも、少しでも効果が高いんだったら、バイアスピンよりちょっとでもいいんだったら、もう値段はもう10倍でもいい、20倍でもいいというふうに開発が進んできました。 ところが、世界情勢は今の各種冷戦の延長みたいな社会情勢、地政学的なリスク等を含めまして、まあ、物が実際に入らないであったりだとか、少しでもやっぱり医療財政の問題もあるから、少しでも安ければ効果が大体同等だったらいいよというように、実はまあこの10年、15年ほどは、ただの比較試験ではなく、非劣勢試験というものがどん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 主流雑誌でも増えております。 まあ従来のいわゆる高い薬に比べて、この安い薬は、大体同程度の効果あって負けないよ。もちろん勝ちはしないですけどね。っていう研究がどんどん増えてきているというものも、この社会背景、時代背景を示唆していると考えています。それを例えばエコーで申し上げれば、多色種のエコーというものもも,もちろんそうですし、より精密が高い、少しでも機器が性能、高発展、高いもの、大きいものっていうものでだけではなく、いや、よりこのコンパクトであっても、こんだけのことはできる。 これ、今の福祉強化がより優位に価値として高まっている時代というものを反映していると考えます。そして生理食品性の局所注射も先ほど申し上げたとおりですし、まあ、実はあのデバイスの発展としては針、まあ、これは注射針も新旧の針もですが、この発展もとても大きくて。 昔は新灸の針等を含めてよく患者さんが動いている折れるっていうね、抜針事故というのものが多かったですけれども、最近は品質管理の観点からも、ある程度曲がっても折れないっていうようなあの耐久性試験というものが義務化されておりますので、日本でまあ薬事法等で認可、えー、されているものに関しては、まあ、折れるということはまあ基本的にはもうないというような時代だと感じております。そのののたたためににに患者さんに対するよよりり、りり、治療精度がが上っていう置くものもより安全にできたり まあ電気を流すということを含めて、いろんな針の領域のデバイスの発展というのも増えています。まあ、そして、パブメドという、ね、アメリカの NIH がやっている論文のソースだけじゃなく、さまざまな情報が拡散して世界中に埋もれて、まあ、それを総合的にやはり拾って解釈するという事態になりつつあります。だから最近の若い研究者とか話してますとえ、パブメド使ったことありませんっていう博士課程の人とか結構ゴロゴロいたりしますねちょっとびっくりするんですけれども、やはりそれだけ。 やはり時代というものの情報を扱う。誰かがセレクトした情報だけを見ていれば世の中の根っこが理解できる。もしくはより考察が深まる時代ではなく、世界中のところに実は情報が埋もれて、田舎だけれどもすごい光ったものがある。これが日本の旧帝国大学だけじゃなくて、中小大学であったり、小さな私立だったりっていうのにも素晴らしい研究者がいて、世界に向けて発信してつながれるという時代。まあ、こういった関係性にも似ていると考えております。 まあこのような価値観のまあ転換を支えた背景はというところで、もう少しお話をいたしますと、一つがやはり今回はね、エコーアレーとしてございますので、コンピューターの発達というものが皆様イメージしやすいかと存じます。デスクトップ、ノートパソコン、スマートフォンというふうに、いわゆるこれも進化というふうに私は考えていますが、それぞれ使い方が違います、ね。 家にデスクトップじゃなきゃ、ぐるなび検索できないよっていう方はね、なかなかいらっしゃらないと一緒で、動画の編集はスマホが一番という方もいらっしゃらないと思います。こういった携帯型の超波診断装置、ポケットエコー等を含めても、もうやっぱりデスクトップに相当する検査室のエコーと、機動性型回数の中間のノートパソコンタイプ、そしてスマホタイプ、それをエコーという機械だからという切り口で、やはり同列に扱い、 もしくは活用と使用されてしまうというところがもう大きなピットフォールでございます。それぞれの役割、活用の仕方、意義というものがあると。まあ、このあたりご興味ある方は、えー、私の論文なり YouTube の動画なりありますので、別途ご参照ください。まあ、そして今回の小6にもあります、まあ、医療従事者がまあ進出をしやすくなった病院外ヘルスケアの領域。まあ、ここはは、多くの人たちは やはり競合がどんどんひしめいて、やっぱりなんとかブランディングして自分を高めてなきゃ、やっぱり稼げない生活できないっていう方もいらっしゃいますし、ちゃんとその背景には地域に貢献するためだ。ね、より病院に来る前の方々と繋がってケアするんだ、予防するんだ。まあ、様々な思いからこの進出されていると思います。ただそこには大きな流れとしましては、まあ、日本でおければこの左に下にあります働き方改革やテクノロジーの影響等を含めて、 やはり医療者がどんどん地域に出ざるを得ないという行政として、そして政治としての後押しもあったりするわけです。じゃあ、その中に、まあ、現場に出ていく方々、もちろんこれは省庁と国にも申し上げたいところではございますが、どういったビジョン戦略があるんですか。まあ、ここがやはり大事なところでございます。そして、得てして現場で出ようとしている個人のビジョン、もしくはビジョンというのはいわゆる どういうありたい姿は何か、どういうふうなことを叶えたいのか、どういう価値を提供したいのかっていうところですけれども、まあそういったことと、組織のビジョンと、行政のビジョンと、また国のね、政治のビジョンっていうのが、得てしてずれていくものです。目の前の患者一人を、に最善なことをするためには、他の患者さんに対を診療する時間がなくなるっていう、こういった相反的な診療の現場というものは皆さんいつも悩まれているんではないでしょうか。 このように個人の診療と、いわゆる公衆衛生的なマクロのことが相反するという状況の中、皆さんはどういうふうなビジョン戦略で現場に出て活動されているでしょうか。そういったところで優位、まあ、性を出すためにということで、どうしてもすぐに向かってしまうのが、まあ、昨年もお話ししましたブランディングなんでございますが、まあ、ブランディングと言いましても、もの物が溢れる時代に、まあ、消費者にとって選別を助けてくれるものということでお話をしました。 でそのための具体的なマーケティングの手法に関してもご紹介いたしましたが、やはりその中でのポイントはデザイン、どういった色に関する感情なり、まあ、人々の感情、まあ、価値の提供というのは、最終的にはあ、提供された人が嬉しいとか、もしくは負の解消と言います困ったとか、負ですね。 とい,うのを解消というところの、いわゆる最後は納得感、嬉しい、悲しさがなくなった、ふ感情にきつくところが、やはり大きなポイントでございますが、まあ、そういったところで、やはりブランディングデザインというところにつながっていくわけです。でして、こういった差別化できない領域、例えばもうみんながどんどんやり始めて、まあ、疼痛領域っていうのも、まあ、一つそういった様相を呈していて、まあ、いわゆる整形外科クリニック、 V.S. 柔道生服し整骨院みたいな構造がどうしても昔から政治的にも対立が残る大きいわけでございますが、まあ、そういった中でこれグレーゾーンを攻めるということが得てして起きていますね、ここを眺めていただくとああよくあるよねっていうふうに思われる方も多いかと思いますが実はこの内容はですね医療業界を想定して作られた内容ではないんですよこれ今私が主にベンチャー企業支援と で、いろいろ関わっている中で、IT 企業系のベンチャーが陥りやすいピットフォールということで一般的に説明されている有名な資料の内容でございます。グレーゾーンで荒稼ぎ、黒に近い領域ドリフト。 で外部から指摘されると、頑張って、まあ、謝罪修正。まあ、謝罪修正せずにドロンと消えるっていうことも多いわけでございますけれども、こういった風の時代、文化の時代と言われる中で、やはり外形基準だけで自分たちを動,い動かしていくと、やはりどっかからやっぱりあのクレームが出るのは当たり前です。一つのメリットに対して絶対影があります。なので、自分たちはこういった美意識、もしくは信念に基づいてやっているっていう自律的な、そして内部的な 自分たちの組織、そして自分個人としてのルールというものをちゃんと磨いていくということが大切というふうに考えております。まあ、こういったじゃあ美意識っていきなりね、なんかとんでもない話に広がった後、ご感じになる方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、それを例えば一つの導入としてお勧めしたいのが、今回小6にも載せました、この山口周さんでね、とても有名な方ですけれども、この世界中のエリートが美意識を鍛えていると。まあ、これフランスの教育の でまあ、哲学とか、まあ、そういったアートというものがもう必須科目で、いわゆる日本でいうセンター試験に相当するところで、もう技術試験であるような国とかもございます。まあ、こういった今の時代におきましては、この真・善・美というね,ね、論理ではなく直感も鍛える、法律ではなく倫理道徳も鍛える、市場調査よりも、これはやはり素晴らしいっていうその感覚を鍛える。まあ、こういった領域をアートというふうにも、えー、称されますけれども、 まあ、アートを意識的に鍛えるトレーニングというのも内部基準を作るためには大切というふうに思っています。ジェイノスにご参加されているような方々というのは、どちらかといえばそういった、えー、感覚をお持ちなので、新しい領域に気になったり気づいたりして一歩踏み出そうとされている方々なのかなとも拝察、えー、いたしますが、両方もちろん大事です。両方大事。 まあそういった中で、このアート、サイエンス、まあ、クラフトのバランスというものが、この書籍でも紹介されていますので、今一部ご紹介いたしますと、いわゆる人、いわゆる人材には3種類あると、この書籍では話していました。アート、サイエンス、クラフトです。アートというのは、いわゆるワクワクする未来を描き、組織を導く、いわゆるリーダーですね。そしてサイエンス型というのは体系的な分析、評価を行い、アドバイスする。そしてクラフトは現場の経験や知見をもとに動く。 この3つ、どうしても医療界では昔からアートサイエンスという言葉がもう100年以上前から言われていたわけです。要するに医療技術というのは手術だろうが問診だろうがやはり職人的なアートの領域のものが多かった。じゃあそれを一般の人もしくは医療の入り口にいる非専門家含めてがある程度できるようにするためにはちゃんと測定をして検証して サイエンスとしてやっていかなければいけない。アートとサイエンスが関係してきたわけですけれども、まあ、その中で、ただ分析するだけでは結局、じゃあ現場どうすんのこれが実はクラフトです。クラフトというのは、まあ、クリニックとかで言えば医師よりも実は看護師とかいわゆる事務スタッフっていうふうに近いかもしれませんが、じゃあ我々はこういう方針で行くぞっていうふうにやったときにえ、じゃあ具体的にどうやるんですかどういうチャートで誰がどう動くんですかみたいな。 現場う動線レベルのことをしっかり考えてやることが得意な人っていうのもいるんですね。で一方で分析が得意な人そしてアートが得意な人っていうのがいます。で右側にパターンがいましたがまあ今申し上げたら一番上で2つ目もねこれも日本の今の大手企業でよくある状況ですけれども。 やはり高度成長時期にお,いておきましては、新しいことをしなくても全体がひたすら右肩上がりでしたので、とにかく PDCA 回して改善改善改善とやっていけば、事業規模も大きくて、ちゃんと給料もみんなに払えた。なので、新規事業をする必要がなかったというふうに言われています。 そのため、いわゆるサイエンスとして現場の分析をして、現場に落とし込んで回して、また改善を回してというサイクルがもう主流となりました。ただそれだけでは今の風の時代、文化の時代におきましては、やはりなかなかどんどんシリーズボミにしかならないと。そして、時々あるのはこのアートとクラフトですね。直感でやる人と現場でやる人しかいなくて、その間に挟まるサイエンスという分析をしてやる人いないので、大抵喧嘩しか起きないと。 皆様の所属される組織、もしくは外部で活動しようとしている新規事業活動の組織、実はうまくいかないなぁと思われている方のところには、大体いいこのいうパターンのうちどれなんだろうそういうふうなことをね、少し思い起こしながら、えー、お話を引き続き聞いていただければと思います。まあ、こういったね、私だけが言ってるわけではありませんで、松下幸之助さんやウォルト・ディズニーさんとかもね、言ってるわけで、まあ、 先ほどのクラフトとサイエンスしかいない組織は、今の時代においては、やはりしぼむしかないんだと、現状維持は後退の始まりというふうに、ますますこのアートという人材が必要とされている。ただ、そこでアートだけを考えてもしょうがなくて、やはりこれは素晴らしいんだ、先導を切って旗振る人っていうのも大事なんですけれども、その裏では結局、既存の事業のやっている人たちのパイを取ったり。 もしくはその既存の収益の仕組みを崩したり、そもそもの価値観を変えてしまうことで世の中を変革すると、やはり既存のやっていた枠組み、それこそイオンとかが入ってくると、あのスーパーですね、入ってくると地域の小売店が困るとか、まあ、そういったレベルも含めて、やはり村側というものが必ずあります。なので人々の親善美を考えた上で入っていくってことも大事ですが、それをやはりサポートする考え方というのも必要。 その一事例として、まあ、最近のワールドカップでも、ね、話題になった話ではございますけれども、まあ、日本人サポーターが、ね、ゴミ拾いをしていて素晴らしいというような話がある一方で、実はそういったものは、そういったのを仕事としていた方々のやっぱお給料を奪ってしまったとっいうような話もありました。一見、ゴミ拾いというのはね、やっぱり誰もが進める親善美の行動として、まあ、地域の小学生とかもやるようなものでもございますが、 こういった誰もが当然素晴らしいだろうと思うことだからこそその裏というものも必ずあるというのを考えるその思考過程の癖っていうものがやはりそのアートに向かっていくためのサイエンスっていう部分として大事なことだと思っています。より広いマクロな視点で申し上げれば最近で流行りのね最近小学生の娘の授業でも SDGs とか劇をやっててすごいびっくりしたんですけれども SDGs まあこれね どういう位置づけなんだと。中に書いてあることは一見誰もそんな反対しにくいですよね。まあそれは理念としては素晴らしいと。けれどもこれというのは2015年に国連で採択された、まあ、ヨーロッパ初の新しい、ね、フレームワーク軸でございまして、 実は SDGs に反対している国もあるということが、日本ではなかなか語られなかったりもします。ま今回のカタールでの競技場での労働者の話なんか一部メディアで出ております。ま中国、ロシア等、発展途上国等を含めての事情もございます。まそこにはま資源は実は石油等を含めて有限の中、米中のいよる資本主義の競争が起きている中、ま単純そこでは勝てないと。 察したヨーロッパ国々が対抗するために我々はゲームチェンジとしてそもそものルールを変えてやろうということで提案したのが SDGs というふうにビジネス界では一般認識されております。なのである意味評価を変えればテストの点数が変わるっていうのと同じ話です。なんからとりあえず自由記載にしておけば頑張って加点させられるそういった世界の話というふうにえ実は皆さんの現場体験も紐づくということです。 ルールを変えるってすごい戦略なんです。実は先ほどのエコーだとか、ハイドルリースだとか、そういったことも、実は大きく医学界で起きていたこのパラダイムをガラッと変える。実はそれぐらいのインパクトのある変化です。なので、先ほどもコメント出てきましたが、まあ、診療報酬でどうするかとかね、言葉の定義がとかいろいろあるんですけれども、これ大きく時代が変わる時だからこそ、そこは利害関係が多く発生しますので、より丁寧にやっぱやっていく必要。 そして時に勢いが必要というところにつながってまいります。まあ、こういった新しい活動、新しい価値の軸というものの提唱ということに関しましてお話を続けますが、先ほど申し上げましたとおり、これ SDGs にしても、副次評価がより重要とされた社会背景にしても、個別具体的なことにしても、そしてもちろん、隙間の解剖学ファシアに関しましても、これは 大きな本当250年ぶりの軸の転換ぐらい大きなものだと思います。まあ、詳しくはこのファシアに関しては第60回のジェンスウェビナーの動画 YouTube に公開していますのでご感想をいただければ嬉しいですけれども従来はいわゆる肝臓とか実体だと言われていたものの認識をいやこの隙間の方が実体ですよっていうふうにそもそものね判断の軸 区分けという分類学の軸から根本的に解剖学を変えてしまおうというぐらいの大きなパラダイムですので、本当200年ぶりの解剖学のパラダイムと言われるぐらいの実は位置づけでございます。なので、そんな簡単にね、多くの方々ね、納得してファシアを実態だとかいうふうに考えられるっていうのはやはり難しいんだろうなと。ただ、それであっても国際解剖学,学会含めてもう前向きにどんどん整理をしよう考えようとしているところがやはり事態を感じております。 そしてこのアートとサイエンス、そしてクラフトとの溝が拡大しているというところが今の時代です。20世紀におきましては、やはり課題が明確でございました。もう現場での課題はここだった。だからこれをどういう方向で改善しよう、導こう、新しい事業につなげよう、それをサイエンスが分析してクラフトが回す。このね、トライアングルが三密体でやっていたわけですが、まあ、近年ではこの 時代の変化、風の時代においての変化というものをどんどん取り入れて進んでいく。アートの人がもう従来のやり方をしていたクラフトサイエンスからもどん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 離れていってしまっているというふうな現象が起きております。で、そこの溝がどんどん広がっているために、例えば今のファシアに関してもハイドロリリースにしても従来の学問分野で分析していた。その研究手法なり、いわゆる研究プロトコールなり。そして指標。 え、使えるのみたいな。いうふうに映ってるわけですね。まあ、先ほどの医学の話で申し上げれば、有効性ということでずっと評価してきたんです。我々サイエンスはと。なのに、えより患者さんの安全性とか、安静時間が短くなるとか、いや、そんなパラメーターで研究なんかしてないですよ。っていうふうな溝、評価がそもそも軸が変わってくるというところが増えています。 いかに、例えば特許権とか含めて事業を独占しようというふうにずっとパラメータを動かして事業を展開していた企業が、いやいや、今度はみんなでシェアですよとか言われるわけですよ。いやいや、独占を前提で我々は事業計画やってたのにシェアって言われても困りますみたいな。このように時代に合わせた、やっぱそれだけ大きな時代の転換が起きている。 この溝を埋めていく人材が誰かと申し上げると、実はこの10年ほどはそれでデザインというものの人材が注目されていると理解しております。このデザインというのは、日本だとどうしても、いわゆるものとか形という狭い味のデザインというに認識されているのですが、海外とを含めて、今のビジネス界では、そもそもは計画を記号に示すというふうに言われています。なので、 アートの領域の人の直感をきちんと図式化する、きちんと言語化する、概念化する、表現する。まあ、そのようなことで私は理解しておりますが、現場のアートの人の感覚、問いを組み立てて表現することだと。なんで、それがいわゆる広い意味の製品デザインだけではなく、ビジネスモデルやエコシステム、昨日の並木先生のお話もあったような話にもデザインという領域の技術が使われているというふうな段階です。 そして、このデザイン領域に関しまして、最も私がお勧めする本は、この竹林はじめさんのイノベーション入簿でございますが、そこでは、まあ、気象点結というフレームワークが出されておりまして、今の流れで言いますと、それぞれアート、デザイン、サイエンス、クラフト人材というふうに位置づけられています。それぞれの強みは、こちらの通りですが、発想するアート、そしてサイエンス分析戦略、クラフトの現場観察、改善。 それをつなぐデザイン、概念が巻き込むというところです。昨日の白石先生のご発表を含めた、やっぱりデザインのに関する表彰経済産業省と含めて、ここの人材というものをしっかり要請していこうというところから表彰制度が始まったという経緯になっております。そして、それぞれの特徴は、やはり前半の気象の分野と、まあ、点結の分野、やはり両方大事だというものは昔から言われてまして、まあ、トヨタであれば、 豊田咲一さんと石田泰蔵さんというようにやはり両方の人材がいるから企業がちゃんと健全に大きくなっていたというふうにも振り返って整理されておりますただそこで近年はこのアートとサイエンスクラフトだけではなくデザインという領域の人も特化して活躍できることが大事だ改めて分類されてきたというところです やはり今回の学術集会のテーマであります、新しい領域への挑戦旋回というところで、あなたと、そして仲間の役割は何でしょうかと、そしてあなたの活動に足りないのは誰でしょうか、気象、点結、アート、デザイン、サイエンス、クラフトで言えば、どこのスキルを持った人が、まれわのグループにはまだ足りないのか、そういった観点で眺めて振り返っていただきますと、実はより一歩進みやすいのかと思います。 ただここで医療界におきますと、えー、一つ大きな課題もありまして、やっぱ業務独占というものがあります。医療行為というものの範疇は、やはり医師以外はしにくい。じゃあどういった定、えー、裁で、院内で、そして院外でやっていくのか。という、これはまあ技術的な、まあ、クラフトレベルではございますけれども、とても大事な観点として情報提供いたします。ご興味ある方は、YouTube チャンネルでも説明しておりますので、ご参照ください。 最後です。医学界でも何百年続いてきたこのアートとサイエンスのやはり対立ですね。これ本当対立だったんですよ。もう職人対学問。製薬会社を含めてやはり万人に聞く市場規模は100万人だというふうにしないとやっぱり利益出ないわけです。そうなると一例一例よりも100万人に少しずつ聞く薬、まあ共通要素を抜き出した薬、そこそこ聞くっていうものをやはり作りたい。 という状況の中、医療現場はできるだけ大きな改善を一人一人に与えたいというその溝、これがどんどん広がっている中、やはりデザインという領域っていうのがますます重要であるというふうに感じておりまして、当、ま、回、あ、JNOS としても私自身としましても、癒着の例えばグレード分類であったり、発通源悪化因子というフレームワークであったり、発通源の比率記載であったり、FPS という概念、そしてハイドロリリース、ファシアというところを整理して、 ちょうどアートとサイエンスの今の時代における橋渡し、時代の転換点をデザインしていこうというふうに考えております。私自身の活動はそういう意味では、もうこのずっとデザインの仕事をしていたんだなというふうに最近はちょっと振り返っていたところでございました。最後です。えー、早く行きたければ一人で進め、遠くまで行きたければみんなで進め。これをを私自自身の自を込めて 皆様方へ送るメッセージとさせていただきます、えー。私のお話は以上になります。ありがとうございました。<laughs> <laughs> あの。小林先生、ありがとうございました。あの、この会が。一体何の会かわからなくなるぐらい包括的な話と。それと。日常の臨床を、まあ、両方。こう、コンバインドさせて。まあ、話していただいて、非常にその流れというものがあのこう。 俯瞰しながらも個々こここの細かいシチュエーションも両方の視点がいるんだなということを改めて学ばせていただいたんですけれども、まあ、そのアートというお話されたんですけれども私自身はそのモナリザの微笑みよりもヤングマガジンの表紙に心を奪われるタイプのもうアートの真逆のような人間なんですけれどもそのこのアートをまあそのデザインの中でまあ非常に重要である あの、立ち位置だと思うんですけれども、この、今のこの日本という国のデザインは、人工ピラミッドの昔の、いわゆるピラミッド型の人工構成で、それをベースとしてデザインされてきたと思うんですけれども、それが今、少子高齢化が、まあ、加速してきて、まあ、様々なことで、あの、金属疲労が起きていて、もちろん、 医療においても医療費の問題であったり、あとはマンパーの問題、地域、えー、地方と、えー、都市部の格差、医療格差であったり、様々な問題が出てきてると思うんですけども、結局、その、そういう問題を何とか先送りして、延命化して今を何とかしのぐっていうような、その、技術、努力のベクトルと、一時的には破壊的な痛みを伴うけども、 100年、200年と長期で渡ってみれば、まあ、より良い未来が提供できるかもしれない方向性との一番のその線引きラインって、どの辺に先生は考えておられるのかなってすごく聞きたくて、あの今のその延命でなんとなく修正してポンコツの車をなんとか走らす方向になってしまう技術と、もう諦めて乗り換えましょうっていうような技術のその際っていうのはどの辺の 体感で感じ取れるのかなとちょっとはいできると思います、はい。ありがとうございます。えっ、ー、ともう今のお話だけでもうまた三十分ぐらい話したんですけれどもえ <laughs> 時間割れですので実はあの人種とか文化の違いが大きいと思います。例えばアメリカ系というのは新しいものに飛び込む人が素晴らしいみたいなそういう文化ですけど日本っていうのはみんなが渡ったらよし俺も行こうみたいな。 文化であったり、その新しい物事に対する受け入れ方っていうのがそもそもやはりスタンスが違う。これはヨーロッパ、中国、他の国も同様の違いがあると思ってます。ただ、そういった中でやはり先ほどのアート、クラフト、サイエンスといえば、やっぱ前半の貴重の人材と天結の人材のうち、やっぱ天結の人材っていうのが従来の土の時代で大きな資本力とか人金物を持っている人たちなんですよね。 なので、そういった人たちがやはりがンって動かないと、やっぱり新しい物事も本当にパワーが出たりしないですし、より大きく発展しないというジレンマがあると、にありますただ、アートの領域だけの人であると、どうしてもちっちゃく位置活動で終わってしまう。じゃあ、それをやはりデザインフレームワークを作って、天潔の人たちがちゃんと理解できるような形で見せたわげる、リアルに。 というつなぎ役っていうのがあればよりおそらくその溝というものは比較的あの、うん、ソフトランディングで進みやすいのではないかというふうに考えているところです。はい。ありがとうございました。あのまたその30分の話をどこかでしていただければと思います。ありがとうございました。